イーサン・アレン、イーサン・アレン、1738年1月10日、ユリウス歴から1789年2月12日、グレゴリオ歴はアメリカ独立戦争初期の活動家であり、バーモント共和国とニューハンプシャー特権地の時代のゲリ指導者である。アレンはニューヨーク植民地によるバーモントの植民に反対して戦い、アメリカ独立戦争中はその独立のために戦った。 アレンはバーモントをアメリカ合衆国の十四番目の州にする道を作ったとしてアメリカ合衆国建国の父の一人に数えられる。イーサン・アレンはコネチカット植民地のリッチフィールドでジョセフ・アレンとメアリー・ベイカー・アレン夫妻の最初の子として生まれた。アレンが生まれたすぐ後に一家がコーンウォールに移動したためリッチフィールドで生まれたのはアレン一人であり、テー七人は コーンウォールで生まれた。アレンの弟、アイラーレンは、バーモントの歴史の初期で結出した人物である。父親のジョセフ・アレンは、ニューハンプシャー特権地における、ニューハンプシャー植民地の裏書きによる、土地利権を所有する、土地所有者や土地投機家の反抗的一団の中での、指導者であった。ニューヨーク植民地もその地域における、利用権を主張しており、 ニューハンプシャーの裏書きによる土地利用権をいなし、多くはバーモントに住んでいない異なる人々にその所有権を販売していた。このためバーモントの住人の間に表だった犯行が生まれていた。1755年に父親のジョセフ・アレンが死ぬと、イーサン・アレンは一家の農園の経営と土地の所有権問題を引き継ぐことになり、大いにうろたえることになってしまった。アレンは、 身長が6フィートを超えていた。率直で歯切れの良いもの言いをした。24歳の時にフレンチ・インディアン戦争で植民地民兵隊に従軍した。1770年代の初期、アレンはニューハンプシャー特権地問題で反ニューヨークを旗印にする軍事的集団、グリーン・マウンテン・ボーイズの指導者として知られるようになった。アレンとグリーン・マウンテン・ボーイズは、 バーモント共和国の創立に貢献し、後にアメリカ合衆国の一つの州にすることになった。この時はニューヨーク植民地政府が反発し、アレンの逮捕状を発行し、協力者に賞金100ポンドを提供することになった。1775年の春のアメリカ独立戦争の開始に続き、アレンとベネディクト・アノルドが大根デロガトリデを襲って、これを奪取した。 この時のアレンとアーノルドの役割については全体がはっきりしていない。コネチカットの反イギリス勢力がどの程度作戦を組み立てたか不明であるし、バーモント植民地ベニングトンのキャタマウント酒場に本部を置くグリーンマウンテンボーイズの考え方がどのように展開していたかも不明である。はっきりしていることは革命勢力が北へ動き、数十人でシャンプレーン湖を渡ったということである。 ボートを見つけるのに苦労したし、やっと見つけたものは、かなり小さかった。赤月の攻撃でタイコンデロがトリデにいた、守備兵。彼らは、戦争が始まったことも知らなかったからトリデを奪取した。アレンとアーノルドの革命軍はすぐに、今日のカナダ国境に近いクラウンポイントトリデ、ラモット島のアントリデを奪い、一時的にではあるが、セントジョンの町、現在は、ケベック州産ジャンシュルリ主流も抑えた。 タイコンデロガトリデで捕獲した大量の大砲と火薬は手詰まりとなっていたボストン包囲戦を打開するきっかけになり1776年3月のイギリス軍撤退につながった。グリーンマウンテンボーイズの指導者にはアレンのいとこセスワーナーが選ばれた。アレンは1775年のカナダ侵攻作戦に参加し小さな民兵隊を率いた。 この時連絡ミスと判断ミスの結果として、アレンは一握りの舞台で、モントリオーレ攻撃中に、イギリス軍に捕まってしまった、ロングポイントの戦い。アレンは、イギリス本国に送られ、コーンボールのペンデニス城に収監され、かなりの虐待も味わった。1778年5月3日、アレンは、ニューヨーク港のスループ型帆船に乗せられ、スタテンアイランドに送られた。そこでは、 キャンベル将軍の宿舎に行き、イギリス軍の将軍や数名の士官と飲食を共にし、2日間、定重にもてなされた。3日目に、ジョージ・ワシントン将軍に指名された、大陸軍の捕虜兵単走官であるエリアス・ブーディノット、大佐が差配した捕虜交換によって、アレンは、アーチボールド・キャンベル大佐と交換され、アレンは、バーモントに戻ったが、そこは不満の温床になっており、 イギリス軍側に着くか、新生アメリカ側に着くかで揺れ動いていた。バーモントは、イギリス軍からも、大陸軍からもかなり多くの脱走兵の避難所になっていた。アレンは、今日では、バーリントン氏となったウィヌースキ側のカューデルタにあった、自家で落ち着いた。アレンは、バーモントの議会では、活発に活動を続け、バーモント軍の将軍にも指名された。1778年、 アレンは大陸会議の場に登場し、バーモントが独立した国となったことを認識するよう促した。ニューヨーク植民地とニューハンプシャー植民地の間のバーモントに関する紛争が残っていたため、大陸会議はバーモントの独立を認めることに遵順した。アレンは続いて1780年から1783年にかけてカナダ総督と交渉を続け、 バーモントを軍事的に守るためにイギリスの植民地の一つとして生き残りを図った。このために大陸海にはアレンを反逆罪で告発した。しかしカナダとの交渉が明らかにバーモントにおける軍事行動を起こされた場合を想定したものであったので告発が起訴されることはなかった。アレンは最初の夫人メアリー・ブラウンソンとの間に5人の子が生まれた。 妻メアリーは6歳年上であり、あまり幸福であるとは見えなかった。メアリーは、肺病で1783年に亡くなった。アレンは2番目の妻、フランシーズ・モントレサー・ブラシュブ・キャナンと1783年に結婚した。二人は恋に落ちて数ヶ月のうちに結婚した。二人の間に三人の子が生まれた。アレンは1789年2月12日に、 バーディントンにおいて脳卒中で死んだ。51歳。意外はバーディントンのグリーンマウント墓地に埋葬された。アメリカ海軍にはアレンの栄誉を称えてイーサン・アレンと名付けられた艦船が2隻あった。バーモントのコルチェスターエセックスには騎兵の基地イーサン・アレン砦がある。シャンプレーン湖にはスピリット・オブ・イーサン・アレンという名の観光船がある。ニューヨーク市から バーモントのラトランドを結ぶアムトラックの急行列車は、イサン・アレン・エクスプレスと名付けられた。ワシントン DC ・アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにおけるバーモント州を代表するのはアレンの第一石像である。アレンに関する逸話は次の出版物に見ることができる。トマス・ローリーは、アレンの代弁者、グリーン・マウンテンの吟融詩人として知られ、丘が燃えて、 アレンのために作った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。